詰まりながらもレフトが前進、レフト前進して取りました。ただ今打ったボールはね、はい、インサイドに来たボールなんでね、なかなか打ちづらいんですけどね、初球を打ってショートの横、ルーキー中野軽快にさばきました。ですから出ていないということになります。岡本どうだ、右中間、そのホームランが出るのか、ライト下がってフェンス際、ボールが落ちてきました。3-2から低めのボール、バッター合わせていきましたが、レフトロハスジュニア取って2アウト。長い前かなり長く持って、大城の打球はこれもレフトの守備範囲です。ここじゃ違うでしょうね、もちろん。ああそうですね、吉川競争になりますがアウトで、そのメルセデスに回ってきます。マスクをかぶって金メダルを取りましたが、さあ2アウトランナーなしで33試合というのがあります。現在25試合。どうだ、センターの前、センター近本追いかけて取りました。3年ぶりの2番でのスタメンになっている立岡、これはピッチャーゴロ、なんとか引きつけてというところだったかもしれませんが、さあ3番の坂本、ここも初球打ちですか、右へ伸びてフェンス際取りました。あっと空振りの三振、これはショートゴロ、ルーキーの中野、これはどうだ、センター近本落下点に入って2アウト。ずっと見てきた八百板が打席でピッチャー返しでしたが、よく取った青柳、引っ張ってよく取った、二塁に投げて長く持っている青柳、どうだ、サードゴロになった、二塁へ一塁転送、一塁はセーフ。お、ちょっと腰を浮かしている坂本誠志郎、高めだ、空振り三振、ガッツポーズ。まあ坂本誠志郎と青柳捉えていますが、山本越さん、よく最後これ、はい、踏ん張りました。最後まっすぐ高め要求でした、はい、これはね、大城もそんなに頭になかったし、やっぱり落ちボールがあったでしょうからね、青柳声上げて坂本もね、あるいはアルカンタラという右ピッチャーもいますが、ここ吉川直樹はセカンドゴロ、ワンアウトを青柳が取りました。1点差です。打ち上げた、下をうつむいた松原、インコースを呼びます、坂本誠志郎、どうだ、打ってショートゴロになった、ルーキー中野一塁へ、スリーアウト。